ご通行中の皆さん、こんばんは。市民の主張を作る会、市長候補林信明です。いよいよ市長選挙は今日が3日目、今度の日曜日が投票日となりました。今度の市長選挙、まず最初に話をしたいのは、告示の直前に国会で共謀罪法案強行採決が行われました。国が暴走を行うときに、市民の暮らしを守る立場から先の約束を思い出して、ちょっと早めに声かけた。防波堤となって頑張るのが市長の役割ではないでしょうか。私林信明は市民の暮らしを守る立場から、国に対しても堂々と声を上げてまいります。皆さん、今度の市長選挙でまず最初にこのことを申し上げたいと思います。その上で、今日はあいにく曇り空でありましたけれども、天気が良ければ青い空、緑、そして海が魅力が横須賀市ではないでしょうか。このせっかくの魅力が台無しにされようとしているのが、久里浜の石炭火力発電所計画です。今世界は人の話邪魔すんじゃねえよ、聞いた風な顔して。脱原発、脱石炭火力、これが世界の流れです。ところが日本だけが原発は再稼働、石炭火力は44基も新たに作ろうとしている、時代遅れじゃありませんか。私林信明は久里浜の石炭火力発電所計画を撤回し、再生可能エネルギーへと転換してまいります。皆さん、久里浜の石炭火力発電所、そもそも今の市長さんが4年前に誘致を公約したものです。私林信明は市長が変わればこの石炭火力発電所計画の撤回は可能だ、ぜひ再生可能エネルギー転換のためにさまざまな施策を実現してまいりたいと考えております。皆さん、こういう中で今度の市長選挙、いよいよ残すところわずかな期間となってまいりました。今度の市長選挙の中で私、さまざまな提案をしているんですけども、その中で今代表的な5つを街頭から訴えさせていただいております。今日もその5つをこの場所で訴えさせていただきます。まず第一に、皆さんと一緒に実現の運びとなりました中学校給食、せっかく実現するならそれぞれの学校で調理を行う自校方式、直営でこそやるべきだと考えております。皆さん、センター方式では大手の業者からしか仕入れができません。しかし自校方式だったら、それぞれの学校ごとに地元の食材を地元の業者の皆さんから仕入れることができる。ですから中学生生徒にとってはあったかい給食が食べられる、地元の業者にとっても地域経済の活性化に役立つ一石二鳥の施策ではないでしょうか。私林信明、今度の市長選挙の中でせっかく実現するんだから、中学校給食は自校方式、直営で行うことを提案いたします。とか、皆さんの大きなご支援を私林信明へとお寄せください。よろしくお願いいたします。2つ目の提案は、子どもの医療費の無料化の拡大です。同じ小学校に通っていても所得制限があるから医療費が無料の方と有料の方がいる、こういう差別をやめよう、これが
私林信明の提案です。子どもの医療費の無料化、まず所得制限をなくして、さらに中学卒業高校までの無料化を段階的に進めてまいります。どうか皆さん、医療費の無料の拡大、皆さんの大きなご支援を私林信明へとお寄せください。よろしくお願いいたします。3つ目の提案は国民健康保険料の問題です。また大幅に値上げが予定されておりますが、今でも高すぎるんです。高くて払えない方、資格証明書というのが発行されます。これ持って病院に行っても窓口で10割払わなければいけないんです。これでは事実上の保険証の取り上げじゃないでしょうか。こうした方が横須賀市内で1000人以上もの方にされている。これなんとかしなきゃいけない。横須賀は冷たいじゃありませんか。お隣の横浜はあれだけ人口が多くても100人程度なんです。資格証の発行、横須賀の1000人以上というのはあまりにも冷たい。私林信明は高すぎる国民健康保険料の引き下げ、とりわけ所得の低い方の健康保険料を引き下げてまいります。皆さん、本の市長選挙でこれを実現していこうではありませんか。4つ目の提案は京急バスのシニアパス、これお年寄りの皆さんに本当に好評なんです。ところが皆さん、この好評なシニアパス、半年間で17,900円、ちょっとお年寄りにとっては高いんじゃないでしょうか。横浜では3,000円から4,000円でシルバーパスが手に入る。所得の高い方は7,000円か8,000円するんですが、それでも1年間バスが、そして市営地下鉄も乗り放題です。横須賀の京急バスさんのシニアパス、市がきちんと助成を増やすことによって1万円程度で手に入るように引き下げてまいります。そして私林信明、5つ目の提案は市内経済をどうやって活性化するかです。市内経済の活性化のためにいくつか提案させてください。例えば商店の皆さん、長くご商売を続けたいな、こういう方が店舗をリニューアルするときに補助金を出す新しい助成制度を実現しようじゃないか。これが私林信明の提案です。店舗のリニューアル助成、これ何も思いつきで言ってるんじゃないんです。座間市では先月から実現しています。これを横須賀市でも実現しようじゃないか。これが私林信明の提案です。それからですね、もう一つ経済活性化の提案をしたいと思います。今の市長さんが3年間で辞めてしまった住宅リフォーム助成制度、話を聞いてみますと書類がたくさんあって途中で諦めた方、応募したけれども抽選が当たらなかった方、たくさんいらっしゃるんです。私林信明は住宅リフォーム助成に十分な予算をつけて復活拡充してまいります。また今これだけ省エネが叫ばれている時代ですから、エコリフォーム助成制度も作ってまいりたいと考えています。皆さん、私林信明にこれらの施策を実現させてください。よろしくお願いいたします。この住宅リフォーム助成制度の拡充復活、商店版リフォーム助成制度の実現、エコリフォーム助成制度の実現、これらの私の対策は非常に市内経済、とりわけ地元の中小の業者の皆さんの生活を守る上でも
大変効果が大きいんです。なぜなら大型開発をやっても一部のゼネコンの仕事にしかなりません。しかし私が今提案しているこれらの施策は住宅のリフォームにしても店舗のリニューアルにしてもエコリフォームにしても地元の業者の皆さんに仕事を頼みます。ですから地元の中小の業者の皆さん方の仕事を増やし市内経済を活性化することにつながってまいります。私林信明は何としてもこれらの施策を実現し市内経済を活性化し市内の業者を元気にしていく、これを実現してまいりたいと思います。どうか皆さん今度の市長選挙、私林信明市民の市長を作る会日本共産党推薦の私林信明に皆さんの大きなご支援をよろしくお願い申し上げます。衣笠駅ご利用の皆さん、ご通行中の皆さん、こんにちは。市民の市長を作る会市長候補の林信明です。いよいよ市長選挙は今度の日曜日が投票日となってまいりました。今度の市長選挙で私ただいま5つの提案を行わせていただきました。これを実現するためには財源が当然必要となります。私林信明、財政の提案を最後にさせていただきたいと思います。横須賀市は確かに財政の苦しい市ではあります。財政力指数という指標を見ますと全県19市の中で下から2番目です。ところが財政調整基金というのを聞いたことがありますでしょうか。横須賀市が貯めているお金の方は134億円もあるんです。これどういう金額かと言いますと人口1人当たりに直しますとよその市と比べて約2倍あるんです。全県ダントツトップだというふうに市のホームページにも書いてあるではありませんか。これ皆さんおかしいと思いませんか。財政が豊かな市がたくさん貯めてるんならわかります。しかし財政が下から2番目の横須賀市が全県一の貯め込みを行っている、これは市民のために使うべきお金を使ってこなかった証拠ではありませんか。私林信明はこの財政調整基金134億円を活用して先ほどから述べている5つの政策実現してまいりたいと考えております。財政調整基金134億円のうちの半分はよその市が貯めているのと同じ水準ですから、これはすぐには使わずに将来に備えて蓄えておこうではありませんか。残る半分だいたい65億円から6億円あります。このお金は市民のために使っていいお金ですから、私林信明このお金を活用して財源にして数年間計画的に活用してこれで先ほどから述べてきた施策を実現したいと考えております。どうか皆さん今度の市長選挙、いよいよ今度の日曜日が投票日です。皆さんの大きなご支援ご支持を市民の市長を作る会林信明、無所属で日本共産党推薦の私林信明へとお寄せいただくことをお願いしまして、私からの訴えとさせていただきます。大変長い間ありがとうございました。